背景削除の機能を使うことで、たくさん、いろんなスライドを作ることができます。例えばファクトブックの解説動画の中でも今回たくさん使いましたね。別の背景とですね、このワインの背景を削除することによって2つのものを組み合わせて自然なスライドを作る。例えば一般的な画像を持ってくるとこの背景がついてしまってますよね。でこの同一色の場合です、同じ色の場合はこれをきれいに切り取ることができるんです。透明化することができるんです。その方法としてはまず指定の画像をクリック、そして図の形式から色、そして透明色を指定することによって白の部分、いいですか、消したい部分のところをクリックしてください。そうすると消すことができます。同じように別のファイルでも透明色を指定するときれいに消えます。今2つのファイルは白でしたけども、もちろん違う色で同一色のパターンであれば消すことができます。はい、こんな風にですね、消すことによって例えば別の背景ですね、別の背景とそしていろんなものを組み合わせることによって透明化した背景を消すことによって、こういったものオブジェクトを重ね合わせることで自然なスライドを作ることができます。ぜひやってみてください。超便利です。